ってきてるんですか。俺の部屋のベッドを貸したはずですが。実は昨夜。昨夜？生理的欲求を解消して部屋へ戻ろうとしたのだが、しかし本当にあの会長なのか。早く食べてください。遅刻しますよ。ではいただきます。おいしい。それより今日は自分の家に帰ってくださいよ。え、ここが私の家だが。え、おはようございます。ああ、おはよう。みんな同学年なんだから敬語は必要ないぞ。ダメですよ、会長はここのアイドルなんですから。うい、一緒に帰るです。すまない、今日は所用があってな。そうですか。今日も遅くなるのだろう。夕飯は楽しみにするといい。ん？お帰りなさい。お帰りなさいじゃありませんよ。これこそ母から教わった新妻の清掃だ。素晴らしき母。そうだ、今夜はカレーにしようと思ってな。カレー？誰かのために料理するなんて初めてだ。まったく。ありがとう。お腹空いたな。